OK、FWJMC 野沢翔です。眩しいすごい逆光なんだけど、来ましたモーラカップ茨城県水戸広沢シティホールでございます。さあ、先週か行われたビーフスギジャパンクラシック、これも本当ビッグコンテストになりましたが、チーム FWJ はね、本日の、このモーラカップから8月末の東京プロまで毎週末コンテスト連戦でございます。まあ我々というよりも選手の皆さん、そして、それを支える恋人、家族、ご友人、本当にお疲れ様でございます。選手はね、この毎週あるコンテストのその日のために、皆さん頑張ってきているので、今日このモーラカップに出場する選手も本当に素晴らしい選手が出揃っております。さあ東京プロまでね、あと1ヶ月もうない1ヶ月ぐらいか1ヶ月となりますけれども、このリージョナル賞からプロクアリファイア、そして世界のステージに立つ人がいるかもしれないということで、注目の一戦となるこの茨城水戸モーラカップ、皆さん最後までご覧ください。さあ皆さん、いよいよ NATURECAN プレゼンツ東京プロのチケットが発売開始となりました。そう東京プロ名だたる日本人選手が出場を表明しています。誰が今年一番最初にオリンピアの切符をつかむのか、楽しみなコンテストとなっております。そして今年日本初のクラシックフィジークも開催となりますので、ぜひ皆さん売り切れ必須です。これ油断すると本当にすぐになくなってしまうので、チケットピアへ皆さん急げ。東京プロネイチャーカンプレゼンツチケット販売開始です。チケットピアへ急げ。では平山さん、自己紹介お願いします。はい、ボーリング系 YouTuber の沙織と申します。よろしくお願いします。ボーリング系 YouTuber、はい、そうですね、一応ちょっとボーリングメインでやらさせていただいてます、はい、プロの選手なんですか？プロではないです。そうなんだ。はい。どういうごめんなさい YouTuber ですか？どういう YouTuber？ 本当に楽しく、はい、投げてる感じなんですけど、本当にありがたいことに見ていただける、はい、視聴者の方々が本当にいらっしゃるので、それを本当にモチベーションにして、はい、6万人以上登録者いますからね。本当にありがたいです。もういつもありがとうございます。ちなみにそんなボーラーの平沼さんがこう、はい、筋トレのこうボディメイクの大会に出るという、はい、これはどういう経緯があるんですか？それはもともとボーリングのパフォーマンス向上のために筋トレを始めたのがきっかけでやってるうちに大会出てみないかって誘われたのがきっかけで、それで昨年のFWJ の大会見に行ったんですよ、リージョナルで。見に行ったらもうオープニングから鳥肌立ちました。ありがとうございます。かっこよくて、はい、それでもう射抜かれまして、これはもう FWJ に出たいと。で1年間準備を経て、はいはい、今日筋トレ1年目で初参戦なんですけど、1個もステージね、1個も2個も出ましたけど、はい、どうでした？緊張してわけわかんないうちに終わっちゃいましたそうですよね、はい、ボーリングと筋トレ両立してる人っているんですか、周りで。ボーリングがでもそんなにいないですよね。割とガチ勢のボーラーってそんなにいないかなと思うので、結構珍しめではあるかな。めちゃくちゃ珍しいですよ。一人しかいないと思いますよ、多分。ボーリング業界で一番マッチョな女性だと思います。じゃあパイオニアで。はい。今日の最後に目標、意気込みをお願いします。目標はちょっと入賞を目指したいなと思って、はい、一応自分なりには頑張ってここまでやってきたので、まあ頑張ってきた成果結果として、はい、できるだけできればいいなとは思ってます。素晴らしいですね。はい、ぜひボーリング仲間というかチームメイトもぜひ今度、はい、大会に一緒に出てください。そうですね。結構友達も何人も泊まりがけで見に来てくれたりとか、はい、してるので、ぜひ、はい、ぜひ、はい、たくさんいろんな方、そう、はい、ボーリングとコラボしましょう。あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。コラボしましょう。ぜひお願いします。じゃあ平野さん今日頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。自己紹介お願いします。徳田と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日は初出場。何回か FWGA が出てるんですが、モラカップ初めてです。はい。なんでこの水戸に出ているんですか。筑波が地元で、いつもは違うとこ出てたんですけど、今回はちょっと地元なんで出てみようかなと。凱旋ですね。はいはい。コメント読みました。国の筑波研究所で管理職してますと。はい、そうですね。研究職の管理職をやってます。何の研究なんですか。ちょっと難しいですね。なんかまあ簡単に言うとロボット関係なんですけど、人間とロボットの人間とロボットの関係をなんかうまくインターフェースを作るみたいな研究をやってます。なんとか工学みたいな感じですかね。そうですね。あ、そうなんだ。それで研究の管理職しつつ筋トレも励んでるってことですか。そうですね。はい。いつ筋トレするんですか。夜中やってます。ですよね。忙しいですよね。そっか。それで大会に出ようと思ったその最初のきっかけみたいなところは何ですか。最初のきっかけはストレス発散で、もうはいストレスを発散しようと思ってたらだんだんムキムキになってきたんで出ようかなと思ってはい出したところです。減量大変じゃないですか。減量大変です。めちゃめちゃ大変です。ちょっともう今。ちょっと若干風邪気味ではあ、やばいじゃないですか。やばいじゃないですか。明日からの仕事に響くんじゃないですか。もういや、まあ大事です。もうそろそろマスターズのステージですけど、はい、意気込みをお願いします。いや、ちょっとはい緊張してます。はい、頑張ります。頑張ってください。以上徳田さんのインタビューでした。頑張ってください。ありがとうございます。オッケー。よかったら YouTube インタビュー。ありがとうございます。自己紹介お願いします。52番の木村です。今回初めて出るんで、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。コメント読みました。陸上十種競技、はい。そうです。十種競技出てました。で、まあ久々に自分に刺激が欲しかったので、今回仲間と一緒に出たいと思います。同じ十種競技。いや、同じ十種、職場が一緒で。はい。もう一人ね今日いるんですよ。陸上十種競技やってる人。そうなんです。知り合いだと思ってたんですよ。仲間じゃない。おはよう。仲間です。え、キーちゃん、両方ファーストチャレンジです。本当ですか。はい。もうすぐですけど、今のお気持ちどうですか。すごく気持ちいい。最後、意気込みお願いします。勝ちに行きます。木村さんでした。ありがとうございます。小島さん。はい。自己紹介、カメラ向かってお願いします。あ、こんにちは。ノービスと、今日オープンにも参加します。野島と申します。野島さん、プロフィールのコメント欄見ました。はい、陸上十種競技。はい、そして中学校の先生であると。あ、実ははい。十種競技の選手だったんですか。はい、まあやってました。大学時代の、はい、ちょっとだけはい。でウエイトもやりながら、はい、大学卒業して、はい、このボディメイクの世界に。そうするとはい、名前痛くないと思って、はい、トレーニングが続けてました。初出場じゃないですよね。そうですね、はい。前回いつ出たんですか。前回去年のビーフに出て、はい。どうでした。去年はノービスは取ったんですけど、オーバーオールで負けちゃったので、今回はちょっとそれを狙いに出ます。はい。じゃあ今日の目標どんなとこですか。とりあえずまあノービスもしっかりと取りつつ、あとはオープン今日出てるので、ちゃんと入賞できるように、準備してました。いいですね。はい。で中学校の先生でもあるってことなんですけど、何の先生なんですか。数学です。数学なんだ。はい。体育だと思ってました。あ、よく言われます。数学なんだ。今日生徒さんいらっしゃったりするんですか？あ、いないですね。いずれ見てほしいですね。まあいつかは。どこの学校で先生してるんですか？千葉県で。千葉県なんだ。わかりました。では数学の先生、陸上十種競技経験者として、まずノービス、オーバーオール頑張ります。取ってください。はい、頑張ります。オッケー。以上インタビューでした。ありがとうございます。今回初出場します87番赤羽優斗です。赤羽さん、コメントを見ました。はい。茨城県でアボカド栽培をしている農家です。はい、アボカドしてます。茨城ってアボカド育つんですか？そうですね。ハウスがあれば育ちますね。なんでアボカドなんですか？いや、僕たちアボカド大好きすぎて、もうそれで育てようと思って。僕たちっていうのは、あ、一緒にやってるんですよ。あ、そうなんだ。入ってください。一緒じゃあ、アボカド農家さんで今日出場しようと。そうです。はい。なんでボディメイクのコンテストに出場しようと思ったんですか？そうですね。まあボディメイクして3年ぐらい経つんですけど、まあなんか一つ目標としてフィジークっていうのはずっと憧れの舞台だったんで、今回いい機会だからファーストチャレンジやってみようかなと思って。農家をしながら、筋トレしてる人っているんですか？まあいるんじゃないですかね。どうなんだろう。いると思います多分。いや、農家の中だったら一番マッチョだと思いますよ多分。本当ですかね。はい。自信持っていきます。アボカド作ったから毎日食べてる減量中。じゃあケトで？ケトじゃないんですけど、ローファットなんですけど、ファットはアボカドからいってるんですね。あ、そうかそうかそうか。いいですね。今日の意気込みお願いします。はい。減量の成果を出して頑張ります。全国のアボカド農家さん代表してぜひ頑張ってください。ありがとうございます。赤村さんのインタビューでした。ありがとうございます。ちなみに元々農家さんだったんですか？いや、元々普通のサラリーマンです。地元なんですか茨城？いや、地元神奈川なんですけど、去年5月にこっち移住してきて、で、まあ起業したみたいな。そうですね。はい。面白いですね。すごいっすね。いや、ありがとうございます。ちょっと FWJ にアボカド協賛してください。ああ、ぜひ。ちょっとアボカドトレンド1年後ぐらいなんですけど、できたら協賛でよろしくお願いします。アボカド協賛お待ちしてます。よろしくお願いします。優勝者の景品でアボカド贈呈みたいな。最高ですね。めちゃめちゃいいですね。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい。そうですね。まずは今日とりあえず頑張ってください。ありがとうございます。赤丸さんにインタビューでした。ありがとうございました。今年 FWJ のコンテストに出場される方、ぜひエントリーの際にですね、自己 PR の欄ご記入いただけたらなと思います。これ YouTube チャンネルで皆さんにインタビューをぜひさせていただきたいと思ってますので、ぜひご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日は誰の応援に来たんですか？パパです。パパで、息子さんってことですね。で、お兄ちゃんです。家族で。はい。地元の人ですか？水戸です。水戸。茨城。あ、旦那さんは何回目ですか？あ、これ2回目です。2回目。前も水戸？そうですね。いいですね。大応援団で今日は。頑張ってました？パパは頑張ってた？頑張ってたよね。せーの。頑張って。さっき入り口でお子さんと妹さんとお母さんとかさ、もう大勢で見に来てましたけど、2回目なんですけど、ちょっと自分が元気な姿をなんか毎年見てもらえればなと、今年も読んで見てもらってって感じです。地元なんですよね。地元です。年に20何年ずっといます。なんで出ていただいてるんですか？筋トレが今年で2年目とかなんですけど、最初にこう FWJ さんの出てる選手とかでかっこいい人がいて、でそれで自分も出てみようかなと、ちょっとトライじゃないですけどチャレンジって感じで出てみようかなって感じです。大応援団が来てますが、一言ください。はい。元気な姿で勝てればなと思います。おはようございます。今日は誰の応援に来たんですか？パパ。パパは何回目？初めてです。初めてですか？地元の人ですか？水戸ではないですけど。水戸ではないけど茨城の人。あ、そうです。パパ頑張ってました。頑張ってました。結構食事作ったりするの大変だったんじゃないですか？あ、そうですね。グラム測ったりとか毎日やった。ね、お子さんたちもまた違う料理だったりしちゃって。あ、そうですそうです。パパ頑張れ。頑張れ。浅木宏です。今回が初出場です。そうですね、初出場です。なんでこの水戸のモーラカップに出場していただいたんですか？まあ地元が鉾田で、近いので、まあ、あと出場しやすいっていうカテゴリーがたくさんあるので、それで出場を決めました。ありがとうございます。最初入場するときお子さんいらっしゃってましたね。あ、そうですね。はい。家族で今日は。そうですね、応援に来てます。あと同僚も、会社の同僚も応援に来てます。どんな姿を見せたいとかありますか？まあそうですね、年が40代なので、まあ、40代でも頑張れるんだろうというところを見せたいと思います。40代で初挑戦。そうですね、はい、意気込みお願いします。まあ緊張してますけど頑張ります。はい、ありがとうございます。以上、高崎さんのインタビューでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は高野さん、はい、ちょっと自己紹介をお願いします。現番号43番、高野早瀬です。よろしくお願いします。今日は初めて？今日は2回目です。2回目、はい、でバックステージには今日初めて親の社の彼女が出てもらってます。前は入ってもらってないですよね？前は入ってもらってないです。なぜ今回バックステージ入ってもらってないですか？今回はちょっとパーソナルトレーナーの真名子慎太郎さんと秋谷翔太さんにちょっとついていただいて、2人ともやっぱりバックステージ入ってもらうと全然カンプの具合が違うっていう話をされてたんで、ちょっと今日は彼女の方に入ってもらってサポートをお願いしました。彼女はなんかトレーニングはしてるんですか？そうですね、彼がやっぱりトレーニングしてるので、私も少しですけどジムに通って一緒にトレーニングしてます。出たりとかはしないですか？あ、出たりとかはしないです。どうぞ、今日そのサポート入ってもらって。あ、やっぱり全然違いますね。今日はちょっと勝てそうなんで頑張ります。応援メッセージを。はい。今回は2回目で、前回ファーストコール呼んでもらえたので、今回もファーストコールで入賞できれば優勝頑張ってください。宮田さん、はい。今日は彼女がバックステージ入ったんですか？はい、入ってもらってます。今日はね、PT とか出てないですよね。トレーニングはいつも一緒にやってる？ああ、まあ別々だけどほぼ毎日のように。今日はなんで彼女にバックステージ入ってもらおうと思ったんですか？いろいろサポートをしてもらいたくて、で、あとはパンプも一緒に手伝ってもらいたくて、普段一緒に食事もトレーニングも付き添ってもらってるんで、一番最後もこうちょっとそばにいてほしくてついてきてもらいました。どうですか？いや、でもなんか楽しい。いいですね、うん、裏から見えるのも。はい、今日の自信はどうですか？今日はもう睡眠もバッチリとれて、栄養もしっかりとれてて、コンディションはいいかなと思ってます。じゃあ、彼女の一言応援メッセージください。はい、もう楽しんで、俺の方も楽しんで頑張っていきます。いつも応援ありがとうございます。やっぱり安心しますか？バス停時の人がですね。全然違いますね。いつも普段一緒にいるので、そばに入れてくれた方がすごく気持ちが楽になってます。今回は初めての出場です。安心して出れますね。はい、これからも頑張ります。頑張ってください。はい。自己紹介をお願いします。はい、藤沢さつきです。はい、よろしくお願いします。我々も驚きの表情を隠せないんですけど、藤沢さんなんですよね。藤沢さんですね。あのでしょうか。いや、皆さんご存知だと思うんですけど、カーリングの選手の藤沢さんです。今回、まずなんでこのボディメイクの大会に出場していたんですか。もともとスポーツやってて、YouTube をすごく見ることが多くて。でそのボディメイク系の方の YouTube をすごく見るのが好きで、もともとやっぱり職業柄っていうかトレーニングするのが大好きでっていうのもあって YouTube を見て、いろんな方のボディメイク系のを見て、いつか出てみたいっていう、はい、ちなみに誰の YouTube が一番その中でも好きですか。一番本当に最初に、見たのが金金さん。金金さん見てますか。金金さん見てます。長く見てます。そっか、すごいですね。それで、まあ、金金さんの中年 FWJ に出ていただいてる縁もあって、この水戸大会に出ていただいたんですよね。そうですね、実際正直まだカーリングの方も現役の方でやらせていただいている関係で、やっぱりオフの期間じゃないとできないっていうのもあって、ちょっと今回チームの方にも、カーリングのチームの方にもまあ若干無理を言って出ていいっていうので、まあ挑戦っていう形で出させていただきました。カーリングの選手でボディメイクの大会出てる人って他にいるんですか。でも結構やっぱりそのトレーニングはみんなするので、するんだ。ウエイトですよね。ウエイト系もしますね。なのでまあ特に男子の選手の方だと自分の筋肉大好き系な選手見るんですけど、なかなかボディメイクの大会に出るっていうところまでの方は私はちょっと聞いたことはないかもしれないです。いや、パイオニアですよ、もう本当に。で何聞こうと思ってたんだっけな。今回もうステージ直前ですけど、まず今のお気持ちどうですか。いや、なんかやっぱり、すみません、カーリングとはやっぱ違う部分がたくさんあるんですけど、やっぱり私がこの大会に出たいなって思ったのは、まあやっぱりボディメイクっていう部分もそうですし、同じそのスポーツの中でもエンターテインメント性がすごく高くって、まあもちろんカーリングもそういったところもっとどんどんやっていかなきゃいけないですし、海外でカーリングの大会ってなると結構エンタメ性があるんですけど、そういった部分もすごくいいなと思って、出ることに。まあオリンピックも経験されてるんであれですけど、緊張とかって。あ、私はド緊張系の。ド緊張系だ。ド緊張系なので。じゃ今。そうですね。緊張してます。はい。まあド緊張もありますし。すみません、なかなか私普段ヒールを履くことがないのでこけるんじゃないかっていう。気をつけてくださいね。はい、すいません、こけたらすいませんが触ってください。焦らずに。はい、楽しみたいなと思います。最後にウェブメディアで藤沢さん激痩せ報道出てたんですよ。そうなんです。俺だったんだっていう。そうなんですよ。知らない人はね、藤沢さん病気なんじゃないかみたいなメディアを僕は見たんですよ。違うんですよね。ボディメイクで。頑張って減量してた。元気です。答え合わせですからね、これ。はい、元気です。最後に藤沢さん、今日ノービスもカテゴリーって言って、まあレベル結構高いです。この後もオープンっていうカテゴリー、レベル高い戦いになると思うんですけど、今日の目標、意気込みお願いします。そうですね。まあすごく楽しみにしてましたし、私はどちらかというとまあ、カーリングもそうなんですけれども、こうやって皆さん同じ減量をたくさん経験されて、トレーニングたくさんされて、ライバルではなく本当に仲間、高め合ってきた仲間だと思っているので、まあ、ちょっと初めてなのでちょっとよそ様なものではあるんですけれども、皆さんと楽しみながらステージやっていきたいな、楽しめればなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、まずは最初のステージ楽しんで、もちろん優勝を目指して頑張ってください。ありがとうございます。以上、藤沢さつきさんのインタビューでした。ありがとうございます。5番と7番スイッチ。8番と9番スイッチ。32番、86番、96番、112番、113番、116番、117番、119番をバックステージ。Face front and walk it back. Face front and walk it back. Okay, face the back wall. Okay, thank you, ladies. 以上、ビキニのミスで大きな拍手を送りください。はい、どうでしたか、初ステージは。いやー、ダメでした。何がダメだったんですか。いやー、なんか思ったより、緊張しましたね。はい、緊張しちゃいました。はい、オリンピック出た人が。はい。緊張しますか。いや、もちろんですよ。いやいやいや、でも楽しかったです。まだオープンあるので。オープンあるので、はい、次は。次は、もうちょっとで。楽しみます。頑張ってください。余裕も出るし。はい。対象部位に入りやすいなっていうのが、まあ、最初の印象っていう感じですね。一番好きっていうのが表現できる。ストレッチがかなり入るマシンかなっていう。すごく動きとして新鮮、しっかり入ってくるので。EVOLGEAR。また映ってるでしょ。ということで、のぼころさんです。どんなブランドでおすすめのものを。最近、うち抹茶が発売されまして、カネキンさんもレボプロの中で一番美味しいと思っているんですね。今日はチョコレートとプレミアムチョコレートと抹茶、うち抹茶だし、そうですね。よかったら飲んでみましょう。飲ましてください。ぜひぜひ。意外とというか、宇治抹茶ね、僕飲んだことないんです。これですか。こちら宇治抹茶 100% 使用なので、ふんだんに惜しみなく。じゃあ京都に行ったような雰囲気味わえた。そうですそうです。一瞬で京都行きたいな。京都に飛んじゃうんですか。あ、でも抹茶だ。うん、香り本当に抹茶ですね。いただきます。あ、美味しいですね。僕抹茶あんま好きじゃないんですよ。抹茶そもそも。でもなんだろう。うん、美味しいです。抹茶味のプロテインとかも本当あんま飲まないんですけど、めっちゃ美味しい。すごい甘いです。結構抹茶苦手ですけど、でも好評ですね。男性の方とか特に反応が皆さんよろしくて。抹茶あんまり普段飲まない人でもすごい美味しいかも。なんて言うんだろう。なんて言うんですかね。すっきりした味わいで。あ、そう。すっきりとした感じで、あ、ちょっと甘い感じ。そうですね。で、美味しい。これエッグホワイトプロテインなんですかっていう感じです。あ、チョコレートありがとうございます。チョコレートはいつもいただいてます。ありがとうございます。うん、美味しい、相変わらず美味しい。これ入党対象の人はエコホワイトプロテインも味方ですよ。ぜひレボプロさんのプロテイン試してみてほしいです。パワーハウスジム茨城ジャパン。今日は何を販売してるんですか。本日は、T シャツを販売しております。で、一応こちらの。4枚が新作になりますので、これパワーハウスの東京とは違うデザインなんですもんね。そうですね。東京ジャパンのアパレルに飽きた方、茨城ジャパンお願いしますというね。はい、ちょっと飽きてきた人いるんじゃないですか、もしかしたら。ここがこう茨城ジャパンになってます。はい、レアですよね。はい、ということでアパレルを見て、ジムにも遊びに来てくださいということで、茨城ジャパンのご紹介でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。毎回お邪魔してるんですけど、今日も運試しのおみくじやっております。誰でも参加できます。 LINE と、インスタフォローしていただければ誰でも参加できますんで、外れないです。夏におすすめなアパレルを1個、佐野さん、この夏おすすめ。やっぱりこのノースリですね。ノースリが今非常に人気で、まあ今月のリリースは結構目立たない感じで、おしゃれな感じで入れてます。すごいシンプルめでかっこいいですね。そうですね、ぜひぜひお立ち寄りください。タウンユースでも着れるかもです。はい、素晴らしいです。ということで絶賛キャンペーン中のビートンさんのブースです。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。紹介になります。虫待ってます。あいこちゃんです。いい商品たくさんあります。お、何ですか？どれですか？今日の売れ筋商品こちらですね。本日限定で5000円以上お買い上げで限定ポスタープレゼントしております。あとですね、1万円以上でこの有名な RFBBプロのサイン入りポスターをプレゼントしてますので、ぜひ皆さんを振るってお買い上げください。お待ちしております。ということで茨城出身の、園部さんがご紹介してくれましたと。ありがとうございました。こっちが宇治抹茶です。おいしい。おいしい。おいしい。うめえ。美味しいですか？どうでしたか？負けました、オープンで。しかし、パパ頑張ってた。まさかインタビュー来ると思わなかった。モニモニタイムのやつだ。はい。そうです。すごい。いただきました。よかったらどうぞ。ありがとうございます。すみません、現実ですか？いや、大丈夫です。これ、今日も食べました？あ、今日まだ食べてないです。けど、皆さんにちょっとカーリングの選手が来たっていう爪痕を残したくて持ってきました。よかったですね。はい、なんかいただいちゃってありがとうございます。Okay. Mijamo Tsubasaichi. Sergio. Sergio. Welcome to the FWJ. Welcome. Ah, thank you. Welcome. Thank you. What's your name again? Thank you for your invitation in competition in Tokyo. Y Sergio, como se dice, my trainer, my children, and me translate. Okay, okay. This is the first time to compete in Japan. Yes, it's his first time. But he competed in Spanish, and one time in Australia. One time in Australia. Oh my God. 日本では初出場で、スペインではコンテストに出ててっていうような感じですかね。どういう関係？ And your son and father. Yes. Right. Yes. My first sport is ¿cómo se dice? Wrestling. Wrestling. Sí. My professional in wrestling. Wrestling and police in Spain. Okay. And bodybuilding the first sport. Wrestling. When did you come to Japan? We come to Japan 4 days ago. 4 months ago? 4 weeks ago? No, 4 days. 4 days ago? Oh my God, why Japan? Why? It's my favorite country in the world. My travel is here, the holidays. Holidays. Look, competition, okay. Wow. Competition is here. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. 頑張ってください。Good luck. Thank you. Thank you, bro. Okay. 自己紹介をお願いします。メンズフィジークオープンクラス A に出ます松田慎吾です。ありがとうございます。今日出場自体は今日が3回目ですね。はい。以前どこだったの？去年の、宇都宮の大会で、はい。どうでした？は一応ノービスのオーバーオールは取ったんですけど。これはオープン期待ですね。1年越しに。いやそうなんですけど。オープンでオーバーオールいくと。いやいやいや。どこまでいけるかなって感じです。和田さんコメントを読みました。はい。パラグライダースクール勤務。はい。これなんで？パラグライダーわかります？パラグライダーって何でしたっけ？空飛ぶやつ。パラシュート。こうグライダー布があってそれでこう空飛んでいくような。それのスクールがあるんですか？そうそうそう。茨城県の石岡市っていうところがすごい有名なエリアなんですよ。パラグライダー。でそこで丘から飛んで走ってピューって飛ぶやつですか？山の上から走って飛んでいく感じです。それの飛んでみたい人のためのスクールってことですか？あ、そうです。自分で飛べるようになるためにライセンスをライセンスがあるんだ。そうそうそう。のスクールです。松田さんはなんでそれ目覚めたというかその先生やってるんですか？僕はインストラクター目指してて、タンデムパイロットって言って2人乗りのパイロットになりたいんですよ。はい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 。でちょっと2年前ぐらいからちょっと茨城に来てやり始めたみたいな。あ、そう。もともとは何してたんですか？もともとは普通に会社員やってました。それで一年発起して。そうですね。ちょっとなんかやりたいな。乗ったことがあるんですか？一人でやってみて、はい、なんかすげえなって思ったんですか？地元が沖縄なんですけど、はい、パラグライダーのエリアのすぐ近くに家がある実家なんです。だからちっちゃい頃から馴染みはあったんですよ、パラグライダー。最終的に地元に帰りたくて、仕事にしようと思ってパラグライダーこっちで修行してるって感じです。なるほど。じゃあいずれタンデムパイロットの資格を取った後は沖縄故郷に戻って最終的には沖縄帰りたいな。じゃあ来年は FWJ 沖縄ですね。お会いするのは1回目の大会沖縄で出てるんです。あ、そうなんだ。そうそうそう。そっか。じゃあまずは今日の目標どんなとこですか？そうですね、ファーストコール呼ばれてまあ最後まで争えたら面白いかなとは思ってるんですけど、謙虚ですね。はい、頑張ります。ということで今日のステージとそれからタンデムパイロットの試験頑張ってください。ありがとうございます。来年は FWJ 沖縄でお会いしましょう。そうですね。沖縄でいいかもしれない。うまくいけばっていうことですね。はい。OK、頑張ってください。以上松田さんのインタビューでした。ありがとうございます。樋口誠也です。2018年ですね。はい。ビーク佐々木でマイナス170。取ってから、なかなかいい成績伸びなかったですけど、でそこから21年最後出て、今年ですね約2年ぶりの復帰戦ということで、まあ、なかなかちょっと1ヶ月半という調整期間だったので 100% 出せたかって言われるとちょっと不安定あるんですけど、はい、まあまあできることはやってきたかなという感じです。もしかして見てるところはその先にある感じですか？そうですね、実は11月オリンピアただちょっとあんまり体調が良くなかった時期が続いたんでちょっと今日出てみて復帰戦頑張ってきてます。リジュさんと最後並んだのがあれが最後のステージが18年ですね。そうなんですよ。あそこから思うように成績がなかなか伸びなかったんでその時のオーバーオールのメンツって結構すごかったですよ確か。仁さん金銀さんでオーバー40の方がちょっとあれなんですけどですよね、はい、そうですよ。仁さんと金銀さんと並んでるんですよオーバーオール。当時歴史があります。だからちょっと置いてかれないように。そうですね。2人ともプロでね今活躍されてますし。ただ今日はちょっと挽回できるように復帰戦。今年の第一歩目みたいな。そうですね。はい。まあこれでいい感じであればジャパンオープン。ジャパンオープンですよね。8月5日。そうですね。そうですね。まあ連戦も考えてるかなっていうところで。ではまずは今日のコンディションを見るみたいな形で様子見みたいな感じでまずは樋口さんのステージに期待しましょう。はい、ありがとうございます。ということで樋口さんのインタビューでした。ありがとうございます。ありがとうございます。細川良樹と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。今年何回目の出場ですか？今年これ入れて3回目です。はい。1回目が3月千葉で2回目が先週のビーフでこれで3回目です。ビーフ先週どうでした？先週惜しくも2位でしたね。はい、クラス C2 位でしたからね。はい、今日の目標というか意気込み。もう今日はクラス優勝でオーバーオール狙います。そうですよね。はい、オーバーオール並びたい選手コメントに書いてました。あ、そうですね、師匠の角田さんと、師匠の角田さんともう絶対にオーバーオール出るんで、あ、そうですね。どういうあれなんですか、関係なんですか？同じ職場の、はい、ジム、あ、ジムで、はい。どこのジムですか？七里ヶ浜、神奈川県のプレミジムっていうんですけど、そこでお世話になってて、はい。ということは、予想っす。はい。ありがとうございます。めっちゃ綺麗です、すごい。行くんじゃないですか。ありがとうございます。いや、行くんじゃないですか。すごいドライな感じで。指定対決を見てみたいですね。すごい。すごい。溝が綺麗です。ありがとうございます。ということで、指定対決を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。頑張ります。細川さんにインタビューでした。ありがとうございました。Take three steps to the back wall. Corner turn to the right. 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 Quarter turn to the right. Get down, back pose, back to double biceps. Down, front to pose. Abdominal hantai. Get front to relax. Get down, back off, back to lower biceps. Get down, back lat spread. Get down, side pole, side triceps. Face the back. Face front. Niji-ichiban, niji-sanban switch. バックフォー wonderful. OK, ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。Thank you guys. 大きな拍手をお送りください。行きましょう。33番と31番スイッチ。31番と159番スイッチ。はい、プロトコル。我々が見てるところはここのラインしか見てない。だからこのラインが小さければ小さいほど逆三角形ができてるわけでしょ。だから腹筋がしっかりできていて、男性でいうと肩の上、肩でしょ、フロント1個のボール、2個のボール、3個の4つのボールがきちんと形成をされて6つのシックスパスだから、フロントで見ると10個のボールがないとダメ。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを。今の気持ち、トップバッターのトップバッターだったんで、めちゃめちゃ緊張しました。でも楽しかったです。FWJ に出場されたきっかけは。きっかけはなんだったっけ。でも見に行って出たいって思って。今後の挑戦一つ目があれば。今回ちょっともう一戦乗り連れて。ファーストを呼ばれたんですけど、ちょっとセカンドに漏れてしまったので、ちょっと2週間後リベンジします。8月5日東京で。はい。楽しみですね。お待ちしてますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんと不在チャンピオン。チャンピオン不在ですが、撮りましょうか。じゃあ俺に撮りましょう。みんな頑張った。全員頑張った。はい、優勝おめでとうございます。今の気持ちを。運営の皆さん、表彰式に出られずすみませんでした。行っちゃうんですね。はい、呼ばれてたのに、出てなくて。やっぱり素晴らしい仕上がりだなって見てて思いました。はい。出場されたきっかけとかは。去年も出て、去年銀で、それが悔しくて1年間頑張って金を取れたんで、本当に出てよかったなと思いました。今後の目標はオープンオーバーオール立てるように、努力しますので、引き続きよろしくお願いいたします。表彰は必ず出席する。はい、来年は表彰しっかり出たいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょう。率直に嬉しいです。はい。ノービスファーストチャレンジ FWG 初挑戦ということですが、きっかけは、今年30歳になりまして、30歳になった記念に、ちょっと一回頑張ってみようかなというところで挑戦しました。優勝を伝えたい方は、そうですね、減量期間中いろいろ我慢させてしまった妻に優勝を伝えたいと思います。カメラに向かって、はい、4ヶ月半の長い減量期間、いろいろと迷惑をかけましたが優勝することができました。支えてくれてありがとうございました。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。3ヶ月間ずっと頑張ってきて結果出せてよかったと思います。出場しようと思ったきっかけは、前からその大会に興味があって、で今回思い切って出てみようと思いました。今後の目標あれば最後に。この先も大会出てみて、もっともっと上目指して頑張りたいと思います。お待ちします。頑張ってください。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。いや、ビーフ佐々木も出てたんですけど、そこではちょっとマックスの順位が2位だったので、今回1位取れてすごく嬉しいです。よかったです。リベンジ取れました。ありがとうございます。見事優勝したということで、はい。次の目標。そうですね。ちょっと今年はまだあんまり考えてないんですけど、来年にはバルクアップしてまたしっかりステージに立ちたいなと思っています。はい。クオリファイアも楽しみにしてますので。ありがとうございます。はい、今パワーハウスジム茨城ジャパンでスタッフをしているので、ちょっとそこで頑張りながらもっとマルクアップしたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを。泣くぐらい嬉しいです。こんなもんでいいですかね。このぐらいで、はい、今までやってきたので、本当にいろんな方々に感謝してます。ありがとうございます。インパクトが強すぎて、内容が入ってこない。本当ですか。今のこの優勝を伝えたい方いますかね。それはもちろん。お母さんです。こんな感じ。ちょっとだけ大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。カメラに向かってお母さんに今日どうですか。はい。愛子って言うんですけど、愛子愛してるよ。いいですか。大丈夫です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちをお聞かせください。去年ノービスファーストチャレンジ勝てて、今年ノービスチャレンジ取れたんで、来年いよいよノービスに普通にチャレンジしたいなと思っております。はい。応援してくれる家族とか、そうですね。いたと思うんですが、はい。カメラに向かって。そうですね。毎回この大会の時は育児も全部奥さんに任しちゃってるんで。帰ったらですね、ちゃんと家族サービスしたいと思います。いつもありがとう。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？初めての大会でちょっと緊張したんですけど、このような賞をいただけて嬉しいです。ありがとうございました。初です。きっかけは？きっかけダイエットです。看護師さん。なんで知ってるんですか。ああ、そうです。はい。そうです。はい。そうです。コーチです。私の2人のコーチが。ちょっとコーチに向けて一言どうぞ。はい、本当育てていただいてありがとうございます。今後とも応援してます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは第3位。はい。いかがでしたでしょうか。いやー。正直、勝負事なので、できることなら優勝したかったなっていう気持ちはあるんですけど、でもこうやって楽しめたこと、すごく良かったなと思いますし、私自身も楽しめましたし、なんですかね、すみません、ちょっとまだ気持ち的にちょっと。まとまってないんですけど、こんな貴重な経験をさせていただいて本当に感謝していますし、その中で3位という結果をいただけて本当に嬉しく思います。ありがとうございました。次ですか。そうですね、ちょっとまだカーリングの方の現役も継続させていただいているので、いつっていうのはちょっとわからないんですけれども、もしチャンスがあればっていう感じで、はい、今日はFWG お待ちしてますね。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございました。トゥルーノービス優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。もう最高です。もう嬉しくてしょうがないです。溢れてますね。溢れてます。今日トリプルエントリーだったんで、マスターズとあとオープンなんですけど。どうですかこの続くマスターズオープン。マスターズはいけたかなって思ってるんですけど。楽しみですね。はい。オープンはちょっとダメだった。トゥルノービス優勝を伝えたい方がいれば、はい、カメラに向かって家族で、はい、おかげさまでいろんな迷惑かけてきましたけど、なんとか1位取ることができました。ありがとうございます。マスターズも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはめっちゃ嬉しいです。これを目指してきたんで。そしてオーバーオールがありますが、オーバーオールももちろん1位になって頑張ります。応援しましょう。応援します。頑張ってください。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち。素直に嬉しいです。理学療法士。はい。この後オーバーオールがありますが、自信の方。自信はあります。はい。たくさんの方は応援にしに来てくれているので、はい。応援を力に頑張りたいと思います。ちょっと一言カメラに向かって。はい。オーバーオール取ります。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは。嬉しいです。ノービス優勝は。いや初めてですね。出るのも初めてです。そしてこの後もうオーバーオールがありますので、意気込みなさい。まあ必死に頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちは最高に嬉しいです。ノービス優勝は初めてです。はい。ちょっと負けたと思ったので。オーバーオールありますが。初めてなんでちょっと全力で頑張ります。これから急いでパンプして。応援します。はい。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。もうとっても嬉しいです。本当それだけです。はい。今後の目標とあれば。そうですね。またちょっと何戦かするので、またちょっと上位の方に行きたいなと思います。会場に応援団といいますか。応援団は来てはいないんですけど、はい。カメラの向こうで応援されている方いると思いますが、一言です。はい。はい。どうもありがとうございました。頑張りました。おめでとうございます。ありがとうございます。ローカル優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですね。自分今まで出てきてタイトル何も取ったことなかったんで、ローカルすごいレベル高かったんで勝てるかちょっと不安だったんですけど、勝ててすごい嬉しいです。今後の目標、まず一つ会場ですね。すごい応援が聞こえました。そうですね。カメラに向かってその応援団に向かって、皆さんの応援が力になったんで、こういう結果をいただけました。ありがとうございます。今後とも頑張ってください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは。いや、初大会初優勝できて本当に嬉しくて、あともう他の選手の皆さん全部本当リスペクトの気持ちでいっぱいです。もうトレーニング最高ですね。最後あればこの後もさらなる高みを目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。最高です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを。いや、今回ちょっと一人っていうことだったので、優勝っていう形はちょっとどうかなっていう感じですので、また12月にまたリベンジしたいと思います。もう決まってるんですね。12月のワールドでまたちょっと、はい、また体をもっともう一絞りして頑張りたいと思います。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは率直に嬉しいです。はい。今回の仕上がり的にどうぞ。半年かけて落としたんで、もうそれが実ってもう素直に嬉しいです。目標あれば最後に。目標はちょっとまだ今のところ思い浮かんでないですけど、これから考えようと思ってます。楽しみにしてます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。Thank you for the competition. Thank you for your invitation in Tokyo. The people, the city is very beautiful, and thank you very much. おめでとうございます。ありがとうございます。ローカルとマスターズ出場2カテゴリー中全部優勝ということで。はい、初めてです。いかがでしょう。いや、もう本当に最近全然上位には行けなかったので4年目なんですが、もう今日は良かったです。最高成績という。1回昔優勝はあったんですけど、それからもうずっとできなかったので。前回出場されたのは、はい、前優勝したのが本当にもう3、4年前とかなので、はい、インプルーブというか変化した点数が、はい、まあでもいろいろトレーニングだったり食事だったりはちょっとかなり頑張ってきたので、はい、いろいろ筋量としてはまあついたのかなと、はい、思います。今後も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。すみません、なんかさっきも、はい、ありがとうございます。2冠。本当です。地元？地元です。はい。IFBB プロの安嶋さんの前で、そして地元の方々の前での2冠ということで。そうですね。はい。嬉しいです。それだけです。すみません、ありがとうございます。おめでとうございます。次はまだ考え中です。すみません。はい。いいですね。はい。応援してます。また出場する。ぜひ。はい。機会があれば。よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。2大会連続ですね。そうですね。はい。また今日もギリギリだったんですけど、優勝できてます。オーバーオール進出ということで、はい、オーバーオールまた今日も全力で頑張ります。応援しますね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、クラシックフィジークとメンズフィジーク。ありがとうございます。自分ももう全く想像してなかったです。見事オーバーオール進出ということで、頑張ります。はい。オーバーオールでも優勝できるように頑張ります。応援します。頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の緊張。まあ一番支えていただいたやっぱり妻と友人のりょっぴとあとコーチの岩上コーチにありがとうと伝えたいです。はい。素晴らしいコンディションというか仕上がりというか。もうまだまだなんですけれどもオーバーオールも残っているので頑張りたいと思います。期待してます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ノーミスそしてオープンクラスこの後すぐにオーバーオール決戦があります。以上、メンズフィジーククラス T でした。おめでとうございます。有言実行ですね。いや、ちょっと端に寄せられちゃったんで不安だったんですけど、なんとか勝つことできました。角田さんとも並びます。嬉しいです。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。やったー、やりました。いや、ついに並びますね。ついに、はい、ありがとうございます。夢が叶いましたね。一言もらっていいですか？あ、最高です。そう、信じられないです。はい。次はどうしますか？次も頑張りたいと思います。はい。いつまた来年出れれば、はい。ちょっと体調見て頑張ります。お待ちしてます。はい。まず一番に支えてくれた妻、あと友達のコーチである岩上健人さんにありがとうとまず言いたいです。そうですよね。先日のビーフルクラシックも出場していて悔しい思いをしたね、でもやはりその思いがあったからね、今日本当にこの瞬間があったと思います。1週間どうして過ごしましたか？川上選手ともいろんな話したと思いますが、はい、まずフィードバックをいただいたジャッジの方々から言われたことをしっかりとインプルーブして、できること、ポージングの改善と言われたので、それに一番力を入れて、この5日間絶対負けないという強い気持ちでやってまいりました。やはりね、本当にコンテストは1回じゃないっていうことをね、証言してくれました。はい、そして、今日は朝から長丁場、この会場に本当に皆さん残ってくれました。皆さん残ってくれた皆さんに最後、チャンピオンメッセージをお願いします。運営の皆様、観客の皆様、今までありがとうございました。これからも、活躍期待しておいてください。ありがとうございました。プロカードを目指してくれることでしょう。小野選手にもう一度大きなアクションを送りください。念願。はい、叶いましたね。そうですね、ちょっと3回目なんで、ずっと過去2回は2位のままで行ったので、今回はオーバーオールまで行けてよかったです。はい、次の目標は、次の目標は、11月に、行われるアマチュアオリンピアで、自分自身の立ち位置っていったものを知りたいと思います。岩上さんも並ぶですかね。ああ、それはちょっとまだ聞いてないんですけど、いつか同じ舞台に立てるように精進してまいりますので、はい、引き続き応援の方よろしくお願いします。またお待ちしてます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。 OK ということで終わりましたモーラカップ茨城県水戸でございます。さあ地元、はい、本間ジャッジ楽しかったですか？そうですね、やはりこう水戸で開催をしていただいて、モーラーカップは8回目だと思うんですけど、この水戸でやるのは3回目ぐらいだと思うんですね、毎年非常に楽しみにしてます。育った町、このバスでね、移動してるんですけど、毎回バスガイドで、ここが僕の、何々です、ここが僕が遊んだ何々ですと、もう本間選手のガイド、本間選手じゃないや、本間ジャッジのガイド付きの、水戸コンテスト、モーラーカップとなってます。さあ、振り返ってみて、今日いかがでしたでしょうか？そうですね、フィジークは毎回通り、非常にレベルが高くて、あとはやはりビキニですね、今日は非常にビキニも盛り上がって、かなりジャッジも苦しみました。そうですね、ビキニ、今、ヤフーニュースにも載ってますけれども、もう速報で載ってますけれども、カーリング五輪、日本代表の藤澤五月選手がサプライズ出場ということでね、予想以上に絞ってましたね。びっくりしましたね。なんかいつも表情でちょっとこうなんでしょう、こうね、二回りぐらいちょっとこう大きな感じでしたけど、あんな絞れるんだっていうぐらい。いや、そこはね本当に正直こう、やはりカーリング競技とこのボディ競技ビキニ競技の本当にこの体の作り方のね、この差というか、すごくなんかやはり尊敬に値しますよね。そうですね。やはりこの限界値がやっぱりアスリートなんで、やっぱり違うのかなと、やっぱきつさのレベルが、じゃないとあそこまでだから絞れない、ちょっと絞れすぎたぐらいね、ちょっとビキニでは。そう、それぐらい絞れてた、でやはりこう話題になるのが、もぐもぐタイム、もぐもぐタイム、ね、こう我慢して、もうここまで来たということでね、なんとこのお土産いただいちゃったっていうね、北海道チーズケーキ、赤いサイロ、藤澤選手、もぐもぐタイム。ゆっくりしてくださいということでね。そうですね。はい。ということで、ただやはりこのもうちょっと絞りすぎたっていうところもあって、ビキニでは優勝した選手、16番の、そうですね。水貝さんですね。そうですね。非常に筋量も、バランスがよく、バランスもよくね、ステージングも良かったです。雰囲気もあったし、非常に目を引きました。やはりこう FWJ IFBB ビキニをの理解度の高い体を作ってきたというのがやはり印象的でしたね。競技をやはり理解してたステージングですね。いやー素晴らしかった。さあそして他注目は？そうですね。やはりフィジークと言いたいんですけども、ちょっと初めてじゃないですか。本当になんか海外からの参戦という。ああそうですね。はい。スペインから来た選手もいて、なんと今日このリージョナル賞 FWJ のリージョナル賞に出るために海外から来てくれたと。ボディビルディングマスターズに出場したマスターズオープンですね、セルジオ・アルバレス・グラシア選手が本当だ、スペインから日本のこの茨城、いや水戸のためになぜ茨城を選んだのかちょっとね本当嬉しい限りなんですけど、このやはりこうフィットネスワールドと言ってますから、うん、このワールドを実感した瞬間でしたねそうですね、はい、うまいこと言うな、はい、水戸から世界へみたいな、ね、水戸から世界へ、はい、という形で本当にね面白いこうサプライズがたくさんあった大会でした、はい、そうですね、はい、うん、そしてそうですね、うん、最後はフィジーク、うん、先週、月曜日ですかね、ビーフ佐々木がいて、はい、かなり選手もそのまま出てきたメンツが多かったイメージでした、うん、体をコンディションを上げてきた、その中でも選手が今回オーバーオールも勝ち取って、はい、前回は2位だったですけど今回オーバーオールも勝ち取ったと、渡辺選手ですね、はい、うん、今岩上健人選手と一緒に、ね、はい、やってるとかコーチ受けてるのかな、はい、コーチング受けてるのかもしれないですけど、やはり選手悔しそうだったから本当にそうですね、非常にジャッジ一人一人に、うん、フィードバックを、ね、希望していて、非常に悔しがった、前大会から、うん、この短期間でまた改善してきて、ポージングですね非常に改善してきて、うん、今日、オーバーオール勝ち取った見事ね、はい、うん、やはり彼も言ってましたけれども、奥様と、うん、家族に感謝したいということで、やはりこう今年はなんかこの家族愛というかね、家族で勝ち取るオーバーオール優勝みたいな、うん、もう光景が多く見えますけれども、やはり個人競技ではない、チームプレーというのが印象的な2023年でございます。はい、はいはい、あと全体的に言うと、今回、モーラカップ7割程度、初出場ということで、やはりポージング、ね、ちょっとね、やはりぎこちない人が多かったし、ポージングで順位を下げてる人が多かった、特にバックポーズ、あとはジャッジを見てない、ジャッジに体を向けてない選手が多かったですね、うん、腹筋の出し方もそうですし、その辺で順位が体がいいのに落としてた人が多かった印象です、うん、そう、これジャッジが言ってますから、何度でも言います、特に端っこの選手です、端っこの選手、もったいなすぎる、フロントポーズ、バックポーズというのは必ずも体をもう下半身から真ん中、中央、ジャッジの席に向くということが本当に大事でございますからね。本当に競技というのはもちろん減量もそう、筋肉量もそう、ただやはり競技です。ポージングとかそのステージングっていうのも本当に審査に大きく影響する、これが競技です、うん、ね、ですので皆さんポージングもしっかり学んで次のステージに向かっていただければなと思ってます。はい、はい、では水戸黄門、水戸黄門、ね、最後一言、そうですね、お願いします。来年もですね、助さん、格さん、水戸黄門のようにですね、スーパースターが水戸から出るような、はい、大会を開催してきますので、ぜひ、迷っている方、ぜひモーラカップ来年もやりますのでぜひ出てみてください。そう、人生楽ありゃ苦もあるさということで、はい、次のコンテストにつなげていきましょう。はい、はい、ということで皆さん FWGA オフィシャルチャンネル最後までご覧いただきありがとうございました。続いては北海道で会いましょう。バイバイ。パワーセットバイEVOLGEAR、VEATM、NATURECAN、ご覧のスポンサーでお届けしました。